どうも皆さん、こんにちは。ミステリー作家の七尾よしです。はい、今日も新作映画ですね。皆さんお待ちかね、ホラー映画ですよ。さゆり。巷では今年ナンバーワン邦画ホラーと話題になっている我らが白石浩二監督の最新作となっております。でね、事前にフィルマークス評価もチェックしたんですけども、8月28日現在で星4.0と、これまたね、高評価なんですね。原作は、ミスミソ、ハイスコアガールの押切れんすけさんによるホラーコミックとなっております。上映時間108分。公開規模はね、138巻ぐらい、小規模なんですけども、今週の興収ランキングにもランクインしていたので、この公開規模であれば、ヒット作と言えますね。今回も申し訳ないんですけども、原作コミックは未読での鑑賞となります。で、今年はホラー映画ね、結構たくさんレビューしてると思うんですけど、今年はね、数の割にホラー映画今一つ不作だと思うんですよね。先日レビューしたデッドストリームが、ちょっと良かったくらいですかね。面白かったけど、あれもね、コメディ寄りなんですよ。ホラー映画の、今年のホラー映画の全てを見ているわけではないんだけども、それでも8月が終わりに近づいているのに、なんか今一つね、ガツンってくるものがないんですよ。特に心底怖いと思えるガチ系ホラーがありません。いや、そろそろ見たいぞガチホラー。というわけで、不作続きのこのホラー映画界をさゆりが払拭してくれるのか。僕はヒューマントラストシネマ渋谷の夕方の回から見ました。台風前というのに渋谷の繁華街結構混み合っていたんですけど、映画館はそうでもなかったかな。台風が接近している上に、速度が遅く停滞するそうなので、皆さん危険だと思ったら直ちに安全な場所に避難してくださいね。死ぬまで生き残りましょう。で、この映画舞台はね、なんかね、熱海っぽいんですよ。風景が熱海っぽい。神木一家は夢の一戸建てマイホームに引っ越してきました。このね、家族、祖父母に両親、そして子供たちが3人の計7人と、今時としてはね、大家族ですよね。これだけ人数がいればアパートでは手狭なんですよ。ここに引っ越してくる前はなんかアパートに住んでたって言ってましたね。おそらくそれなりの都会から引っ越してきたんでしょう。熱海だったら新幹線も通っているから、お父さんの職場が東京であっても、通勤は可能ですよね。新幹線通勤。笑いの絶えない仲良し家族ですが、おばあちゃんがね、認知症でちょっとおかしくなっているので、そろそろ介護が視野に入ってきている頃ですね。しかしその心境、中古の一戸建てなんだけど、やっぱね、ホラー映画だけあって、いわくつき物件でしたね。どこからか聞こえてくる奇怪な子供の笑い声と、見え隠れする人の影や気配。家族も徐々に精神が蝕まれていき、一人また一人と不可解な死を遂げていきます。中学3年生の長男のりおは、同級生のすみだに、あの家からは出て行った方がいいと忠告を受けるんですね。彼女はちょっとだけ見えるらしいんですよ。やがてこの家に住み着く怨霊の正体がわかります。それはタイトルにもなっているさゆりという少女の霊なんですね。そしてついに残された家族は、のりおと認知症のおばあちゃんの2人きりになってしまった。果たして2人はさゆりを撃退することができるのかみたいな、そんなお話になっておりました。それではこれから詳しくレビューするわけなんですけども、その前に映画の評価額をつけたいと思います。大人の映画鑑賞料金2000円を上限にして、この映画にならいくらまで出せるかということで評価額をつけていきますね。映画「さゆり」評価額はズバリ1400円、良作。世間的な評価は高いみたいなんですけど、
個人的にはね、そこまででもなかったかなっていうのが正直なところ。もちろんつまらなくはないですよ。今年のホラー映画の中ではむしろ上位レベルで面白い方だと思いました。まずは前半から中盤、これはねもうよくある家系ホラーですね。悪霊に取り憑かれた家で家族が怪異に襲われるという、もう定番中の定番ホラーですよ。だから前半はね至って普通なんですよね。白石浩二監督にしてはなんか凡庸だなと、半ばあくびをかみしめながら眺めていました。で、怪異もご発信も演出も大した工夫もぶっちゃけあんまり見られないんですよ。最近の清水崇監督のホラー映画とあんまり変わらない。ちょっとだけねこちらの方が残虐性は高い。ゴアシーンは残虐ではあります。ただ子供や女の子でも容赦しないのは、ここだけはね白石浩二監督らしいかもしれませんね。善良な家族が結構ひどい死に方をするので、この映画 R15 指定がついています。多くの人たちに見てもらおうとすれば、展開もゴア描写もぬるくする必要があるので、ここはね日和らなくてね良かったなと思いますね。で、公式で公開されているあらすじを読むと、これねかなりネタバレされているんですよ。後半からの急展開がこの映画のサプライズでありハイライトでもあるんだけども、それがねあらすじでバッチリね明かされているんですね。いや、ここは伏せておいた方が良かったんじゃないかなと思いました。知らないで見た方が絶対に楽しめると思うんですけど、いかがでしょう、どうでしょうかね。で、あらすじでその部分が明かされているので、僕のレビューでもそのまま後半のネタバレはしていきます。僕がね伏せておいた方がいい、あのこの公式のねあらすじに書かれてはいるんだけども、伏せておいた方がいいと思ったのは、後半になって認知症だったおばあちゃんがいきなり正気を取り戻すという展開ですね。それどころかこの人太極拳の使い手でめちゃくちゃ強い人なんですよ。そんなおばあちゃんがあいつを地獄送りにしてやるとね息巻くわけですよね。妙にハードボイルド的なかっこいいおばあちゃんに豹変するんですよ。で、恐怖でおじけづく孫に対して、恐怖に飲まれるな、笑え、あいつの弱点はわしらの生命力じゃと、孫の尻を叩いて太極拳の極意を伝授すると言い始めます。その日からあの亡霊さゆりを地獄送りにするため厳しい修行が始まるんですよ。こういう頭のいかれた展開はいかにも白石浩二監督らしいですよね。で、僕ね原作は読んでいないんですけども、まあ、ちょっとだけ調べてみると、結構ね映画化にあたって原作の改編があったようです。きっとこの白石イズムによってそれは良き改編になっているのではないかなと思ってます。とにかくこの映画ね、おばあちゃんが面白すぎるんですよ。このばあちゃんがねめちゃくちゃ面白いんですよ。で、このババアを演じているのが根岸俊恵さんなんですね。御年70歳。いや、この俊恵ってさ、昭和の香りがする音感ですよね。俊恵なんかいいですよね。この根岸俊恵さん、いろんな映画やドラマでおせっかいなおばちゃんとか口うるさいお母ちゃんなどを演じてきたので、名前は知らなくても一度くらいはね何らかの形で見たことがある女優さんなんじゃないかなと思いますよ。僕ね、彼女が若い時に演じた1979年の映画「復讐するは我にあり」に出てきた娼婦役が個人的にはとても印象的でしたね。実在する連続殺人鬼西口明の傑作実録ドラマでしたね。いやー、あれね今見てもめちゃくちゃ怖いです。ぶっちゃけこのさゆりより全然怖いですよ。70歳になってもこの人ね、根岸俊恵さん、70歳になった今でも映画だけでも年に 2,3 本は出演してますね。で、他にもドラマにもねやっぱり2本3本出演しているから、もう下手すりゃね僕の自分の実の母親より顔を見ているかもしれないです。
まあね、このおばちゃん口うるさい、怒らせたら面倒くさそうなおばちゃんってイメージなんだけども、もしかしたら本作は根岸俊恵さんにとって最高傑作になるかもしれませんね。彼女の、このフィルモグラフィーの中で、演技の中でね、もう最高傑作かもしれませんよ。完全にこれね、彼女の映画でしたからね。これ根岸俊恵主演ですよ。前半を見る限り、まさかこのばあちゃんが主人公になるとは思いもしませんでした。むしろこの人、早々にさゆりに殺されると思っていましたからね。それがまさかの覚醒ですよ。前半の家族の団らんで、ばあちゃんが若い時はめちゃくちゃ怖かったという思い出話がされるんですけど、それが実はね、絶妙な伏線になっていたんですよね。それにしても正気を取り戻したばあちゃんのエキセントリックぶりがね、とても笑えるんですよ。あまりにもハードボイルドでロックなんですよね。とんでもなく暴力的で、むしろさゆり以上のサイコパスなんですよ。ここまでぶっ飛んだ表現ぶりによる前半とのギャップが、この映画の最大の見どころとなっています。さすがは白石浩二監督、まあ、前半は凡庸だなと思っていたけども、まあね、思った通りですよ。一筋縄ではいきませんでしたね。前半の普通ぶりに、いやそんなはずがないよなと思っていたら、予想以上のひっくり返しを見せてくれました。とにかく根岸芳恵さんじゃなくて俊恵さん演じるばあちゃんがね、もうめちゃくちゃ最高すぎるんですよ。あんな弱々しかったボケばあちゃんが、こんなにも強く頼もしい、そしてかっこよくなるなんて誰が予想できただろうか。いや、できない反語ですね。つまり凡庸な前半部は壮大な壮大な前振りだったというわけです。前半が凡庸であればあるほど後半のギャップに衝撃を受けるという仕掛けでした。前半の凡庸もね、これも伏線だったというわけですよ。家族を惨殺されて復讐に燃えるばあちゃんとその孫、彼らのモチベーションの維持方法とか太極拳の修行も妙にスポコンなんですよね。まさかこのホラーがスポコンになるとは誰が予想できただろうか。いや、できない反語です。そしてこちらは原作者によるもんなんでしょうけども、さゆりが邪悪な亡霊に陥るいきさつもきちんと回想シーンとして描かれているんですよ。これがね、なんとも胸クソでしかない回想シーンなんですけども、まあさゆりもさゆりでとても気の毒な幼少期から少女期を送っていたわけですよ。まああんな境遇ではね、メンタルがぶっ壊れてもこれはしょうがないでしょう。とにかくこの回想シーンがとても胸クソで、もう見ていてね、気分が悪くなりましたね。やっぱりね、子供が傷つくって僕ね、どうも苦手らしい、苦手みたい。子供が傷つくエピソードとかドラマってやっぱりね、あんまり見たくないんですよね。もうどうしてもね、気分が悪くなっちゃう。だけどね、とはいえですよ、この手のホラーやスリラーだと、もはやね、この展開、この設定、シチュエーション、ありがちっちゃありがちなんですよね。大体少女のメンタルがぶっ壊れるって、いじめか性的虐待、この2つのうちのどちらかですからね。まあ、それにしても、ばあちゃんのモラルを逸脱したぶっ飛びぶりも痛快なんですけども、でも、同時に胸クソ要素でもあるんですよ。彼女はある人物に拷問を超えた虐待を加えるんですけど、いくらなんでもね、やりすぎだろって話なんですよね。でこの人たちそんな悪い人間じゃないんですよ、まあ、むしろ善良というか、むしろかわいそうな人たちなんですよ。そんな人たちにこれほどの仕打ちはね、いくらなんでもちょっとね、やりすぎなんですよね。だけどこういう行き過ぎをしれっとやってのけてしまうのも白石浩二監督独特のノリなんですよね。そりゃね、過去にはグロテスクなんて映画を手掛けてるような人ですから、まあ、こんなのね、グロテスクとかに比べればまだまだひよっこですから、うん、いやまあそうですね、
一連の白石浩二監督作品、それもね結構ねガチなスリラーとかガチホラーと比べると、このさゆりはねまだまだこの白石作品群の中ではぬるい方だなと思います。そういえばこのおばあちゃんのキャラクター、全然違う映画なんですけども、アカデミー賞作品賞を受賞したエブリシングエブリウェアオールアットワンスのミシェル・ヨーを彷彿したのは、これ僕だけですかね、皆さんどう、あの映画なんとなく浮かんできませんでした、あのエブエブのミシェル・ヨーですよ。なんかねかなり、いやでもビジュアル的にエブエブのミシェル・ヨーを意識してませんかね、なんかビジュアルが結構似てましたよね。それもあちらとあの映画と同じく、このばあちゃんなんかね別世界ユニバースからやってきたスーパーばあちゃんって感じでしたもんね。かなりエブエブを意識しているんじゃないかなと勝手に僕は思っているんですけど、実際のところどうなんでしょうか。まだね、監督さんたちの、スタッフ監督キャストのインタビューとか一切読んでいないんでわかんないんですけど、僕はねこれかなりねエブエブがオマージュになってるんじゃないかなと勝手に思っております。そしてこの手の映画は幽霊が人間を恐怖のどん底に陥れたり脅かすのが定番なんだけども、本作はむしろ覚醒したキチガイばあちゃんが幽霊をフルボッコにするみたいな展開で、これはこれでね斬新だなと思いましたね。本作における凶悪な存在ってさゆりかなと思っていたら、これが案外このキチガイばあちゃんなんですよね。これなんかねやっぱり斬新ですよ。こんな展開誰が予想できただろうか。いやできない反語です。そんなわけでね、何度も言いますけども、この映画あらすじを知らなければまるで先の展開の予想がつかないと思います。当チャンネルのネタバレの基準として公式サイトに書かれていることはネタバレではないという認識なので、今回はあえて後半からの展開も紹介させていただきました。でもね本当はこの後半からの展開全く知らない方が楽しめるんですよ。本作もデッドストリームと同じくコメディ要素がちょっと強かったですね。なのでガチで怖いというホラーではありませんでした。とりあえずばあちゃんが覚醒するというワンアイディアだけなんですよ。これがねこの映画の最大の欠点かもしれない。なので前振りは比較的長く感じるしちょっとだれるし、後半の展開も悪くないんだけど一定以上はね面白くならないんですよね。面白くなりそうで突き抜けていかないというのかな。さゆりも終盤になると亡霊ではなくて完全に物質化しているので幽霊的な不気味さとか怖さが薄まってしまってるんですね。個人的にはばあちゃんが覚醒するのはもっともっと終盤でも良かったんじゃないかなと思うんですよ。途中インチキ霊媒師みたいのが登場するんだけど、ばあちゃんが覚醒する前にもうちょっと活躍させてどうにもならない状態でばあちゃんにバトンタッチするとかでも良かったんじゃないかなと思いました。ばあちゃんが覚醒してからのドラマもそれなりに長くて、その割に覚醒した直後がこの映画の一番面白いハイライトになってしまっているんですよ。そこから面白さとか怖さが上向いていかないのがちょっと残念だったかなと思います。いかんせんばあちゃん覚醒というアイデアにおんぶに抱っこというかね、それだけなんですよ。そっから先それを使ったまたもう一つ一ランク上のアイデアが一つ二つ三つとね盛り込まれていたら、多分この作品は僕の中では大いに突き抜けたと思うんですけども、やっぱりばあちゃんが覚醒するがね最大のハイライトになってしまった、そこから先が上向いていかなかったっていうのが個人的にはね評価が伸び悩んだ一つの原因というか大きな理由になります。ただ今までどちらかといえば空気のようにしか思っていなかった根岸俊江さんの存在感が主人公を差し置いてレッドゾーンに振り切っていたのはねもう本当に見物でしたね。根岸俊江といえばさゆりみたいな、彼女の晩年の代表作になるんじゃないかなと思いました。
はい、そんなわけでね、なんかちょっとこの根岸としえさんというね、女優さんに対する見る目が大いに180度変わってしまったんで、まあ、これから彼女が登場するとどうしてもこの、ばあちゃんの、キチガイばあちゃんの印象が強すぎて、そちらにね、引きずられてしまうんじゃないかなって思います。いやー、ここへ来てね、どうだろう、最高齢のホラークイーン誕生といったところではないでしょうか。いっそのことこのばあちゃんね、他のホラー映画とコラボしたら面白いと思うんですよね。まあ、例えばさ、ドントブリーズの盲目のジジイと決闘させるとかさ、戦わせるとか 絶対に面白くなると思うんですけどね。はい、まあまあまあ面白かったですね。でもこのばあちゃんね、この一作だけで終わらせるのはなんかちょっともったいないなーって、そのぐらいインパクトの強いキャラなんで、まあ、今後もね、白石浩二作品に、まあ、ユニバース、白石浩二ユニバースとして登場させてほしいかなーなんてちょっと思いましたね。だけどね、本作このさゆりはね、僕が求めている白石浩二作品とはちょっとやっぱり違うかな。もっとね、白石浩二っていうのはもっとえげつない人間の闇というものを見せつけてくれますからね。それを思うとね、本作はやっぱちょっとぬるいですね。万人向けと言いますか、やっぱり白石浩二監督はね、マニアックな、もっともっと突き詰めた路線のホラー映画を見せてほしいかなとは思いますよ。まあでもたまにね、こうやってある程度の公開規模を持った、ホラー映画も手掛けていくってことなんでしょうね。まあ変にね、なんかこう予算がついて対策ってことになっちゃうと、それなりにお客さんに見てもらわないといけないから、なるべくこう R 指定を外していくみたいな感じになってっちゃうと、なんか映画全体がぬるくなってしまって、白石浩二監督の持ち味が活かせないんじゃないかななんて思うわけですよね。若干ね、さゆりはそういう感じなきにしもあらず、なんかこう、確かに白石浩二らしい作品ではあるんですけど、彼の本来の持ち味をセーブしたというか、なんかこう出し切れてない感がね、ちょっと感じるんですよね。まあ面白い作品だったでしたし、まあ見た人たちのね、評価は非常に高いみたいなので、まあ今回はそれでね、よしとするんですけども、いやいや僕はね、やっぱりガチな白石浩二作品を見たいなと思っております。